逆になんかちょっとバルサのユニフォームっぽく、いつかイニエスタやばくない今の足元。さあウィールアップでやっていきます。ええ、どの次回めちゃくちゃ今話題なのって何すか？フェルナンド・トーレス選手の J リーグ来るか。いや分かってますよ、あっちっすよね。出てんだろうがイニエスタ選手はい、そうですよね。いやマジで来んのかな。もうヤフーニュースとかにもガンガン出ちゃってますからね。やばくない？ J リーグの金のかけ方。なんかもうな、32億とかってなんか数字も出てて、なあのスペインの報道がもう決定みたいな風に伝えてるって、はい、もしかしたら日本のスカウトとかがイニエスタに会ってるところも目撃されてる可能性もあるぞ。あとうちのチームに入るかもな。うちのチームって来年から一緒にゲームやる可能性あるもんな。ここかやってみます、シミュレーション。やってみるか。ちょっとこのぐらい開けといて、じゃあお願いします。そうウィリアプでやっていきます。ちゃんとイニエスタさんに挨拶をしなさい。あ、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとあの段取りがありまして、まずこちらの A さんが A って言ったら、おいお前、イニエスタさん触るなよ、怪我するじゃねえか。え、どうしたなんかで、はい、止まってたなんか、あんとすちゃう、聞いたなんか。さあ、ウィールアプリやっていきます。 A だな、次回今シーズンからですね、はい、僕とイニエスタさんで2人体制となりましたので、よろしくお願いいたします。俺はよし、おい、詰めんな絶対今カメラから俺外したの今そういう詰め方だったわ。ということで、はい、イニエスタ選手が、まあ、J リーグに来るっていう報道が各メディアで報道されてるわけなんですけども、最初は中国行きが一番、そう、スーパーリーグが、うん、濃厚だったんだけどね。まさかうちに入るとは。エイジャパンってスポンサーいるんすか？うちはですね、樹海ですね。樹海？樹海、個人でお前そんな32億どっから引っ張り出す。樹海が派遣業をして働いたお金をお前なんか納めると。お前イニエスタさん32億だぞ。俺が派遣業でポン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 仕事して32億いつになったら稼げるんだよ。タケノコじゃないと無理だ。タケノコだけで1億稼いだ男だからな、あいつは。1億って全然足りねえわ、お前32億だぞタケノコを32人ということでね、はい、イニエスタ選手俺持ってるんですけど、能力だけ見てきます。先にめっちゃ強くないこれ能力こんな感じでございます。パスすごっ。まあ、ちょっとあのボディバルとかあの、はい、フィジカルコンタクト的な方は結構まあ低いんだけど、うん、まあ、パスとかドリブル、まあ、ゲームメーカーですよね。ゲームメーカーですね。ということで、はい、J リーグに来てほしいという期待も込めて、今回 J リーグスカットにイニエスタ選手をぶち込みました。もちろんキャプテンですよ。もうなんか馴染んでるよね。いや馴染んでますね。あの遠藤と小笠原とイニエスタでなんとかハット、なんとかハット、イエローハット俺今イエローハットかリンガーハットしか出てない。リンガーハットだよお前、なんでイエローハット行くんだよ。だよな、飯食いに行くに決まってんだろうが。パッて出てきたらもうイエローハットしか出てない今回の企画は、はい、イニエスタでゴールを取るまで、オンラインやっていきたいと思います。だってイニエスタの最後の試合めっちゃ荒れてたからな、うん、あのクラシコ確かにめっちゃめっちゃしてたからね。確かに。いやあれ荒れた試合だったな。まあそんな荒れた試合はないんでね、うん、今回はそう、はい、じゃあやっていきますか。行きましょう。もう1試合目でイニエスタさん大爆発させます。もう最終的にイニエスタがフォワードにいる可能性もあるな。そう、セカンドトップに置こうか悩んだ。お、バルセロナだ。お、めちゃいいじゃん。これはいい試合。相手にももしかしたらイニエスタ選手いるんじゃないか。イニエスタやばいぞ、調子めっちゃ調子いいじゃん。結構強いなてか、いないんかいバルサにフィーゴいるぞ。やばいな、こっちはやばいけどな。あ、なってるね。え、ちょっと待って、あれだけなんか色あれか、なんか変わってんのか。なんかアウェイ同士の戦いみたいになってる。なんかそうなってるよな。まあまあ逆になんかちょっとバルサのユニフォームっぽく、いつかイニエスタやばくね今の足元足元やばい、足元速っ、めっちゃ走ってるただイニエスタでゴールだからなやべ、フィーゴ来たちょっと待って、イタクーラーにはちょっと厳しいぞこれ。なんベッセルゴールドじゃないと、okay. おい、実際の方で最後ゴール決めれなかったからな。ね。
よっ、ちょっと小林めっちゃ調子良さそうじゃん。一回あれか、オバメスタイルで誰かに当ててからスルーで抜け出した方がいいのか。そうそうそう、2列目は飛び出ししないとダメだ。 OK、 ナイスだな。やっぱ献身的なプレーですよな。あ OK、 さあ長友も、長友もがボールパッド早いぞ。あれは早いな。てかネイマール入ってんのか。そう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 、だから怖えんだってな。あお、ネイマールと板倉の、これはチャンス、いけた、よっしゃ来た、まさかのヘディング、よっしゃ、これは熱いぞ、これは熱い。まさかの守備しまくってたイニエスタがこのタイミングで上がってきて、しかもヘディングというな、 J リーグ初ゴールがヘディング。いやこれまだあるぜゴールなあ。オッケーオッケー、無理やりボール触んなくてもいいんだイニエスタ。ただ小笠原もスタミナやばいな。よし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 、オッケーいいよ、やべえこれ1試合で終われるぞこれ。ただ相手フィーゴいるからな、わかんねえ。まさかあそこ上がってると思わなかったよ俺も。なあ確かにあれ他の選手かと思ったわね。なんかクアレスマあたりとかがさ。そうだよね。 OK、 イタクラナイス、イタクラあげちゃうイタクラあげちゃうイタクラあげちゃうよ。イタクラあげちゃうのはいいけどディフェンス大丈夫かディフェンスやばいけど、あでもイニエスタさんが多分ちゃんと戻ってくれるイニエスタ守備要員かよよしよしよし、ナイスエンド。あうわめっちゃ守備するじゃん、守備やばい、献身的だなほんとなあ。だって長友坊がそのおかげでめっちゃライフ残ってるね。ライフっていうな、ライフっていうのよな、体力だなRPG じゃねえんだから。フィーゴっていう精度どうなんだろう、フリーキック。あでもフリーキックすごいよね。いいのか、うん、めっちゃ蹴ってたようなイメージ。あやばい、あこれやばい、 OK。なんかレアルの時もベッカムかフィーゴ蹴ってるみたいな。あ、うんうんうん、おお、いいんじゃない、イニエスタに上がってきたよ。あーちょっと下がっちゃう、いいね、あ、いいですよ、おい今ね、弾いてくれればイニエスタ詰めてたのに。そうだ、おいるぞ、おお、オッケー、いや素晴らしい、負けられないよまだイニエスタは。おお、オッケー、え入った、おお、オンゴールか、おお、来た来た来た、イニエスタ行け、ちょっとスタミナはかなり減ってきてるけど、え打っちゃう、いいシュートだなまた今日大胆っすね、大胆だよね、なんかいつものイニエスタではないな。なあユリアンバイグル俺も育てたいと思ってんだよな。あー強いよな、ちょっと強いよね、うんうん、あいやこれはやばい、オッケー、オッケー、いやナイスイタクーラ、クーラお来てる来てる、オッケー、これは熱いまさかヘディングで2点、くそ、いけ見せろ見せるんだ、オッケー、ナイス、これチャンスじゃね、えっくそ、めっちゃいいシュート、やばい、ただなんかすげえ鹿島のユニフォームピンクっぽいよなこれピンクだね、いや素晴らしいな、イニエスタ、そして板倉も、板倉ここやばいね、いいね、板倉とイニエスタのホットライン、うん、オッケー、ナイス、いやパス精度高いな、ゲームを組み立てるね、うぅ、いやーうまい、勝ちじゃん、やばい、やばい、これはやばい、いたくーらこれはいやいたくーらやっちまった、いたくーらいたくーらボールにかすりもしてなかったよかったよなあ、
ということで、はい、うちのエスタさんがね、エスタさんですね、はい、イニエさんですね、イニエスタさん、はい、イニエスさんパスを回して最終的には自分で飛び込んでヘディングですよ、はい、まあ、日本に来た時はですね、実写チャンネルの方でサインをもらいに行く旅という動画を出しますんでね、やりいきましょう、ぜひ楽しみに待っててください、行きましょう、はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう、さよなら。